どうも、大の字です。うーったー大の中学校、うーったい。小田です。大内です。大の字です。さあ、今日は C&K のライブに行ってきたよ。行ってきました。ランキューブですか、渋谷公会堂ですね。はい、ホールツアー。そう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 。で、今回私お見させてもらって2階の関係者席で見たんですけど、はい、まあ楽しかった。最高でしたね。ちょっと、うん、ストーリー仕立てそうなんだよね、今回ね。1章2章3章4章5章みたいな感じで、ね、シーン分かれてて、かぶり物で歌ったりしてる。そうそう。でコント形式でやってメッセージを、うん、とにかく今回のメッセージっていうのがちょっとこうユーモラスな中でシリアスなメッセージというのを入れていくという、ふざけてる中にもね、中でってことなんですよ。そうそう。で、まあ、若干ちょっと気になったのは、うん、いわゆる彼らの持ってるバラードとか、うん、音楽的なエッセンスの歌に入って、歌までちょっと、うん、ちょっとふざけるというような話をしてるのは、うん、俺は序盤ちょっと割とむっていうふうに、はいはい、ごめんなさいね、俺は正直思ってますね、うんうんうん、ちょっとこの歌物としてね、ちゃんと聞いておきたい。そう、多分結面師もやっぱり、うん、コントとかやるし、うん、MC も散々できるけど、はいはい、歌に入ったらちゃんと歌を届けるってことをやるので、これが常連さんでファンの方の CK さんですよ、うん、CK さんに向けてだけでやったとしても、うんうん、決してそこはそういう風にしない方が、うーん、俺はいいと思う、はいはい、なんかそれは逆に気づかされた、うん、ちょっと俺もそれは思った。逆になぜなら DJ をやってる時に俺たちはその曲の魅力を殺してないかっていう、うんうん、歌をちゃんと歌として届けるってことはすごい大事な、うんうんうん、ことなんやないかなと思いつつ、うん、ただまあ、うん、ハッとさせられる、確かに歌のうまさであったり、うんうん、あ、こんないい曲なんやとか、うん、一曲一曲エンターテインメントとして見せるっていうことで、もうこれ C&K はね、もう天下一品ですよ。圧巻なのはこのコンセプチュアリーが一部が終わった後の、はいはい、アンコールのノンストップの30分、俺はすごいもん見た。とんでもなかったね。とんでもなかった。とんでもないこの風景を、まあ、だからさっき言った米のなんか ね、こういうかぶり物をしてるのも全部やめて、ね、そう、ここだけはスーツ で、はい、でダンサーさんバッチして、はい、着替えてきて、で C&K のあのテーマから始まって、はいはい、でメドレーでヘベレゲ宣言だったりとか、はいはい、そうそう、パーティーキングとかこう入れて、はい、ノンストップでってやつ、もうとにかく楽しいわ、まあ、鮮やかだわ、はい、もう本当に華やか、うん、ショーとして、もう拍手、大拍手、いやすごかったな。もしかしたらこの本編のちょっと緩い感じが振りになってるぐらい、うんうん、そう、そう作り込まれてる、うん、あっちのねやり方じゃないですかね、梅雨明け宣言驚くか、そうそうそう、これがもうびっくりした、はい、あっという間だったな。実はここって EDM 調のちょっと四つ打ちの曲が多いですよ、うん、はい、うんうん、で本編の中ではレゲエ調の曲であったり、うん、80s の感じでなんかフィットネスみたいな、ね、ああいう感じもあったりとかして、うん、非常に音楽の幅が広いって、アイリッシュのナンバーあるじゃん、あ大好きだ、はいはい、あれも大好きな曲なんだけど、ちょっとファンキーなやつもあったりとか、ね、あってね、ちょっと黒っぽいやつ、ね、そう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 、そういうのもあって、そういうのもすごくいいなって俺は思ったんだけど、うんうん、このアンコールの時に、はい、お二人がステージから降りて、うん、はい、でその後ビートはずっと刻みながら、うん、そっからちょっと新曲のナンバーで、うん、なんか沖縄風の沖縄のね感じを客席を全部どんどん上げていくんですよ。お客さん上がっていくんですよ今回。渋谷公会堂でステージの上で上がってこいっつって肩組んでこう歌ったりするところがあった時に、はいはいはい、関係者席なんですよ、2階の一番前で、俺上でね、さすがにやらないと思ったらそこまでキーさん上がってきちゃって、そうそうそう、上でね、で俺初めて肩組んだよ。みんな見てんすよ。みんな見てるけど初めてやってこれ。って、ちょっと楽しいなって思って。もう体感しちゃったからね。体感して、わー、ステージ俺も上がりてえなって2階の一番前で思ったら、うんうん、こいつが真ん中にこうやってステージ出してる。え？なんであいつ来てんだって。来てんだよこいつ。ズリーよ。で、俺だけ関係した時に2階に座らせて、どこ座ってたんだよ。俺1階です。おい、シアンドケ差別やめろ大の字差別だぞ上がってさ、なんか、ちょっとタレントずらする、あの、昔のブラザーズ石割さん方式。いや、違う違う。ちょっと、誰が分かったよ。ちょこちょこちょこブラザーズ石割さんっていうのは人のイベントに来てエンディングだけ出るんですよ。でいや俺はいいからって言いながらステージ出てるし、誰も押してないのに押すなよみたいな感じで出てる、その感じで
もう シーアンドケイさんとか言ってたけど、もう脇もしないですよ、間が悪いから。もう言わなきゃいけないと思ってさ一回前出てゆっくり言えばいいのに、いつも もう焦りが出ちゃって、シーアンドケイさんでもわーとかならないからフェードアウトしてこう消えるみたいな。俺上から見てたやつ、めっちゃ楽しかった、羨ましい、いやめっちゃ楽しかった、来ればよかったのに。いや俺はもう2階でこれで精一杯です。これやっただけでも褒めてください。今までないでしょ、客が全員見てる中でこうやってこんなにやるか、みんなと肩組んで、ただ楽しかった、楽しかった。この沖縄の時がやっぱすごい、すごかったね、こっちも今っていうか、みんななんちゃってだけど楽しい、うん、もう本当に歌というか踊りというものが人間を解放するっていう、そう思うとこのコンセプト全体が、うんうん、ユーモラスの中でシリアスっていうのはまさにこの光景のことで、外から見たらちょっと笑っちゃうぐらい、何みんなステージ上がってんの、うん、って感じなんだけど、うんうんうん、なんかな、涙が出てくるっていうか、そうそう、みんながこうやってる感じが、誰も会ってないの、うん、でもそれが良かった、それが良かった、あれなんだろうな、あれはね俺グッときたよ。ほんでそこでゆっくり降りてってくださいって言って、また大津さんそこだけ最後まで残って皆さん誘導する役だけ張り切ってね、そこだけはどやか、いやいやいや、それ一番最初に降りるのもなんか嫌じゃない、なんかなかなか降りないけど仕事はしてます、してないんですよ、何もしてないですけど。いやいやマジで降りてたから、ほんとはその時の俺のことずっとクーってなって見てるじゃん、細を噛むな、細なのか知らねえけどよ、クそれで下降りて、そこからまあシキさんのマーチ、これ待てようかって、で、ね、最後ニューヨーク、ニューヨーク、これですよ、もうこの30分のもうすごかったな、エンターテイナー C&K の凄さがとんでもなさすぎてね、もう俺もうニューヨークの時にみんなでこうあそこ椅子席ですよ、うん、ラインキューブ椅子席なのに輪っかになってた、でみんなでやってた、みんなでやってんの、その時に、ね、クリビーさんが言ってた最後尾だけど最前列っていう、まあそう最高列だけど最前列、最前列、じゃあ後ろも自分たちが最前列だから最前列だ、だからその後ろまで来たんだよ、シアド家は それを教えるためにっていう、これむちゃくちゃいいじゃん、この空間端からじゃ全員がこのステージ作ってるっていう、うん、で俺は帰り道に思わず熱くなって、はい、おっさんにこれやろうぜ、うん、DJ ダイナミックのゴールは今日分かった、これだと、うん、特に後半のあの30分のあの感じが俺はやりたい、だからお前済ました感じね、こうやってなんかこれあれ反省しろって言っていいだろあれ、ステージ上がってる人で一番冴えなかったよ本当に、エアギターの人ってか言ってくれたのよクリミーさん、いやクリミーさんがね、そんなプチューの顔やめろ脇もしないからちょっとスーッてちょっと心は折れたけどあれポッとくれよと、あれあれあれあエアギターの人だって言ってくれてバーってやったけど、あれやっぱね人が多すぎてね、うん、相当前でね、あれで分かった、ゆっくり前でないといけないんだ、あそうだった、だから C&K さんも何回もいくらいでこう見回して、うん、C&K さんって言わないとダメ、面白いね、それは、うん、上から見てたらすげえ全然前だから目立たないんだ、ね、だってもう本当にそう見えちゃったんだなじゃあやっぱちっちゃくむにゅむにゅした口やっちゃった、なんでむにゅむにゅの口だけ見えんだよやってた、いやすごい、でもこれはね俺はね行ってよかった、うん、ね本当にすごい2人だし、あのダンサーさんスタッフさん全部含めて、うん、いやすごい、いやとんでもない、山根さんっていうね、あの役者さんがストーリーテリングやって、うん、ほんで話をこう紡いでいきながら最後そうやってパーティーの方に行くっていう、あのやり方もすごい面白かったね、もう見事だったよね、はい、多分だから伝えたいものやメッセージとか、うん、だから演劇チックだったよね、そう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 、うん、でもそこも良かったと思う、うん、歌とちゃんと入ってて、うん、まあ、でも ただちょっと歌をもう少し真剣に届けるときは屋敷隆だって MC で散々終わらせた後に、はい、したら言うよったんですよ、その運転手がなんとかなんとかやっとがドーンってテレレレレレレレほな行こうかみたいな感じの、ね、もうその時 MC ない、 MC はないから、歌になったら急にさっきまでこれダビ声で MC してたら、ね、あんたとならとか言ってお客さん号泣ですよだってギャップがすごすぎるんだ、そうそうそう、バンドマスターすごいねいやあれが大事ですから
そうだね、うん、歌の中でいい、だからジェニファーとかもさ、そうそうそう、いやいいなと思って、もちょっとやっぱ途中でね、ちょっとふざけるというか、でもそれが今回のテーマかもしれないんだけど、実は歌っていうのはその好きな人はその世界を愛してきてる人もいるから、うんうん、そう、そう、うん、いやこれはね、歌を届けるって何かっていうことを改めて俺はね逆に勉強になったよ、うんうんうん、俺はそう思ったから。なるほどね。だからそこの曲もちろんシアノゲンさんもこれはちょっと自分たちでこだわりを持ってやってるかもしれないけど、うん、俺はここに関して言うとちょっと思った、うん、だから前モニカのバラードバージョンやっぱ違うと言ったのと一緒で、ね、最近ファーストテイクに大塚愛さん出られて、さくらんぼをちょっと ねアコースティックな感じでやっちゃった時に、なんかその時コメント欄に誰かだな、うん、X かなんかで、うん、これじゃテキーラ飲めまへんわって書いてたんですよ。え、さくらんぼってそんな歌だっけって思いながら、多分そいつはそういう店とかでさくらんぼかけた時にテキーラこうやって持ってこうやってやってきてあ、私さくらんぼでみんなが飲むみたいな、はいはい、でもう一回繰り返すからもう一回飲むみたいなのを多分やってたんですよ。でもそういう曲としてすごい曲だから、面白いわ、いかに原曲通りやるかが、さくらんぼって多分アレンジしちゃいけないんだなって原曲でね、そう確かにあるわ、サビに来たらみんなでいっぱい、そう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 、飲んで待てよさすって持ってきてくれて、あ、私さくらんぼもう一回いやまさかなるほどね、もういっぱいになるから、ちょっとだからさ、俺そのコメント欄で今度さくらんぼで、できるって言ったよてこればっかりやってた、あー面白い、テキーラ持ってこい、面白い、テキーラもここに持ってね、これでいいもんねあーそれはさくらんぼのすごいと思う、いやすごいね、それはなんかアコースティックなさ、あー私さくらんぼとかさ、それはねちょっとやっぱね、テキーラ飲めまへんわ、飲めまへんわそいつのコメント超面白かった、そんなことやってるんや、なるほど、何屋さんかなんか知らないけど、知らないけどクラブなのか何屋さんか知らないけどスナックやってんだろうな、あー面白いそういうの考えたらちょっとそういうのあるんで、まあまあでもね、そうそう、でもとにかく言い切れ、もう C&K は今日本屈指のエンターティナー、ライブを体感ぜひしてほしい、みんなにも、ね、だからさ、歌がうまいってさ、やっぱり紅白もちょっとそのバラードでっていうふうな方向だったじゃん、うんうんうん、そうだね、それもいいんだけど、うん、やっぱ真骨頂は歌って踊っての時だよね、うん、踊ってみんなを解放してる時だよね、はい、今回すっごい痛感した、うん、C&K ってエンターテインメントに振り切って紅白出たほうが、んうんうん、なんか一時期テレビも超歌の前2人組とかで、はいはいはい、プロモーションしてたじゃん、うん、俺あの時からなんか違和感感じてて、うん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 、やっぱエンタメだよ、確かに、うん、すっごい会場を一体化させる、うん、俺変な話ニューヨークでやっぱり紅白行ってほしい、いやわかるわ、みんなでしてほしいよね、みんなでしあのもう演歌の大御所も、大御所もね、こんなやってほしいね、細川たかしさんとかよくわかんない顔してるあのシャツ着てね、あのシャツ着てそれやってほしいよねやってほしい、とにかくでも今回素晴らしいライブでしたので、ぜひ皆さん、はい、C&K はね、ライブに行った方がいいと思います、ライブ行ってください、もうフェスとかでもすごいからね、はい、見れるチャンスがある人はぜひ見てください、よかったらお願いします、はい、チャンネル登録お願いします、高評価お願いします、ススラストみたいなお願いします、やってみてみんなもゲジャン食堂ってあのギャルタイム TikTok TikTok リールかなんか大谷さんが好きなやつでしょチャンネル登録試食レー